はい、こんにちは、リナです。今日はですね、また新しい、なんか面白そうなゲームを見つけたので、えー、実況第2弾、早いですね。うん。しようと思います。はい、今日はですね、この、なんかあの、LINE の、あの、フリーコインってやつあるじゃないですか。それを、あの、ダウンロードしたときに、あの、その中の、 フリーコインもらえるよってやつの,あのゲームをダウンロードした時になんかねあなんか風船の面白いやつあるみたいなって感じで見つけましてですねあのー、その時にあのこれちょっと興味あったんでインストールしてみたんですけどバルーンズという、えー、完全にフリーゲームですね多分外国の英語なんで英語ばっかりなんであのー、外国で やったた始めたゲームだと思うんですけどすごいですねさっきちょっとやったんですけどすごい難しいゲームでしたはいなんでねあの何回か失敗すると思うんですけどでもあのすごい暇つぶしにはすごいいいゲームで、はい、BGM とかもあったら面白いのやと思うんですけど全然なくて本当に無料ゲームだなって感じなんですけどじゃあちょっとねあの試しにやってみたいと思います いやーこのほらもうすっごい難しいんですよこれすぐ死んじゃいますよ <laughs> でねあのー、まああのあれですね今ちょっとなんかあの集中しちゃって慣れてなくて慣れなさすぎてもう全然できなかったんですけどあれですよあの「ハートハートライフ」がですね3つあるんですけどあの爆弾マークがついたあのー 風船にですね触れると一回でもうゲームオーバーになっちゃうはいフレーしますそうあとね星マークがついたねなんかゲームとかもあじゃあ風船とかも割っちゃうとあのライフが一個減っちゃうみたいです。 これ時間制限みたいですね。3種類あって。と今回、今、今本当に初めてです。なんで本当に下手くそすぎて。はい。172。ですね。172。っていう感じでね、こんな感じらしいです。はい。じゃあこの真ん中の。え何これ何すんのプレイ はっ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 ははえっ何何えこれ何するか分かんないあ振るんですねこれ振るんですね分かりましたはい振ってこのこのよく分かんないえ時間制限がよく分かんないんですけど分かりましたはいなんかね英語英語分かんないんですごい意味分かんなかったんですけど分かりましたなるほどフりフりってことですね くださいってことですねじゃあこのさっきのあ終了しちゃいましたねはいこのバルーンズすごい難しいんですけど多分慣れたらすごいいい暇つぶしのゲームになると思いましたはいなんでねちょっと今から最後に最後にですねちょっとやろうと思います そうなんですこのね星とね爆弾とかねあと近くにあるやつもね撮るとまとめて爆発しちゃうんですよねああめっちゃ難しいけど楽しい 15, 15個しかゲットできんかった、えー、この BGM ないからさなんか喋んなきゃいけないかんねじゃあやるなって思うんですけど えー、なんで1個消えるんだろうえー、どうすればいいんだろうどうすればねよくわかんないやこのゲーム面白いんですけどねあ星はいいんですねこれ何が基準で ああ絶対これ難しくなってきたあ,あなんかハート取ってるはずなのに消えるって不思議じゃないですかこの爆弾の近くにあるやつが怖いですよ本当に。 ジジって体力がさどんどん減ってるんですよねこれああでもでもいい感じ来てるよこれ体力体力体力増やしたい絶対に来てるこれああライフが一個ライフを中心に あ、ハートがもう出てこないですね。あ,あ。お。これいい感じじゃないですか？453個。風船割りましたよ。はいってことで今日は？今日はここまでにしたいと思います。はい、また何か面白いフリーゲームとかなんか見つかり。見つかりましたら。 はい、こうやって投稿していきたいと思います。はい、今日はあの見て最後まで見ていただきまして、本当にありがとうございます。はい、これからもよろしくお願いします。それではりなでした。さようなら。